気づいたこと？とんでもないことに気づいたんだけど。うん。今日雨と湿気でさ、尻尾がなんか変なウェーブかかってるんだけど、これ。で、ほらキャリー入れたから変な癖ついてるこれ。こっちの帰るぞ。チリチリくんなってる毛が。帰るぞ。こっちチリくん。車戻ったらおむつ買おうだ。あ、違う、マナーパンツ。マナーパンツってよ。あれまだあるね。教えてあげた方がいいじゃない、いつもさ。あそこの人に寄せてあげたら。どこにいるの？あそこの。うん。なんか足から置いて。だから物がいいだけに持てないの。うん。サバ持ってきちゃっていいかな。一回持ってきちゃうかな。行っとけばいいんじゃない？うん。ちょっと待って、持ってきて。足さ、ワンコ行くから入れねえから行ってみ。うん。なんか足からここっていいか、どこにお願いしたらいいか分かんない。なんか忘れ物があるんだけど。はい。駅がいいのかこっちがいいか分からん。からずっと置いてあったんで多分忘れてきたと思うんですけど、ちょっとどこの人にお願いしていこうか。あ、多分あれ、はい、朝からあったんで。わかりました、はい、ありがとうございます。すいません、失礼します。朝からあった。朝から来た時からあったんです。そうですね。いやもう忘れて多分忘れてると思うんで帰っちゃったんじゃないかなと思うんですけど、はい、もしかしたら。はい、ありがとうございます。すいません、お願いします。物がいいね。ツイッターで拡散してあげればね。あ、そっか。まあ一応これ撮ったけど。うん。あ、それでもいいか。そしたらさ、うん、どっかで持ち主が、でも持ち主じゃない人がさ、うん。いや、そりゃしないよ。それは考えすぎだよ。まあそれはその時だよ、その時だよ。まあ別にいいや、それはそれ心の中で。うん。おい。でも抱っこするぞ。止まれだから止まったらしい。抱っこするぞ。そういう問題じゃないんですよ。逃げた。止まれだ、おいしいんだよなって。もう腹減ってんだ、あれは。止まれじゃない。腹減ってんだ。お前、ポンスケ。車行ってポチュール食べてえだろ。わー、チュールは欲しいです。かまんねえ、わー。車行ったら怒るでしょ。あ、すごい、ポンス。ケビンの人も別こっち見てた。大事にさ、怒られるのかと思っちゃった。かわいいね、みたいな感じ。そっちだったらいいけど、うん、止まれで止まんなくてもいいのね。思った以上にあのおにぎり美味しかった。いや、っていうか普通に朝から残ってたことにちょっと衝撃が、うん、いや拾わないんだ、うん、いや、あれモンベルだからマジもったいないよ、うん、なんか置いてっちゃったんだ、本当に、ね。でも多分家帰って気づくはずだから、それで問い合わせとかでさ、あとは駅員とかにも言えば連携するかわかんないけど、うん、お尻の穴がかゆいよ。まあね、いやでもね、忘れ物ありませんかって言ってまでとやんないよ。あ、違う違う違う、あそこにずっと置いてあったら。あ、まあね、いや、いや取るよ、あれモンベルだから絶対持ってくよ。私は分かった、だって私の手袋が見つからなかったじゃん。あれ気持ち悪いので結局モンベルだから盗まれたんだって、うん、いやそういうことだよ。出てこなかった、だからモンベルだから。そんで俺のポケットの中見たらよく出てきたりする。そうなったらいいけど、いやでもあの時うんこに気づかないから完全に落としちゃったんだよ。全然気づかなかった。それか捨てちゃったかね。いや捨てはしない、多分完全に落としたあれは。いや人のさ、このご時世でさ、つけてた手袋なんてつけらんないよ俺。洗ったら使えるから使うんだよそういうやつ。気持ち悪い。
で、その物の価値を知ってれば知って使うんだって状態がいいから。すごいね。しかも片方じゃなくて両方あったら取るんじゃないの。そこまでする。でも洗濯してまでつけねえだろ。それかメルカリで売るとか。出たメルカリ。いやでも多分あれ売れるよ、1000円以上で多分売れるよ。やば。あのシリーズ人気あるから結構色を可決してなかったらしい、ああブートキャンプ、ブートキャンプじゃねえや、ベースキャンプ。ブートキャンプじゃなかった。ベースキャンプ。ベースキャンプ。ベースキャンプ。テラスだったらきっと犬オッケーなんだろうなと思うんだけど。いつか行きたいんだよね。よくわからないんだよね。かといって全然聞くのも恥ずかしいし、ね、今日入らないのに聞くのもなんか失礼かなと思って。車用しなくなって、普通の時は、ああ尻の中よ。しなきゃ、うん、スコピー、スコピー、スコピー、おにぎり食いたい。人様の使った手袋を。多分あれこれともう忘れ物でいいよね。あんな何時間も置いてあるし。うん。該当する人が近くいないしね。まあね。多分雨とか降ってる時間帯で下山した人だからさ、いろいろさ。レインウェア脱いだりとかなんかでさ、うん、雨の下山後のさちょっと片付けの方が大変じゃん。だから、うん、職人消えたんだろうな、トルコの存在多分。持ち主も見つかると気づくと拡散するしかない。着払いでプロシバクさん、なんかすげえいい匂いする。あそこでなんかバーベキューやってる。あ、その匂いか。人の血。すげえ焼き鳥のいい匂い。ああ、ポップカン。吠えちゃダメよ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 。まだ吠えてないです。かわいいよ。ウール行ったけど。吠えてない時はまだ制御する。でも吠えてないから。あ、86トレの。でもタイヤが藤原投資って書いてあったらどうする。タイヤがすごい鬼キャンしてた。あれが鬼キャンって言うんだよ。あのハの字になってるの。上開くんだね。え、
天井。何何なんですか。天井開いてたけど。86？うん。何天井って。天井上開いてて。あ、嘘、見てなかった。天井ってどこの天井を指してわかんない。え、上だよ。車の上のところ。あ、ボンネット上。ボンネットじゃねえ。運転席側のところに。まあ見てはないや。開くんだ。でも見てなかった、ちゃんと。そういう仕様の車だっけ、あれ。どういうこと？たぶん、よくわかんない。天井が穴開くって。え、天井、なんか穴っていうか、ね、ドア開いてたら。どこだ。まあいいや、後で見て。あれ、車あるじゃん。うん。天井あるじゃん、そこ。ああ。運転席すぐ出て天井でしょ。うん。だからそこに。そこでいいんだよね。うん。あそこ、なんか、窓みたいなのが開いてる。いや、ないないない。86だ。え？してるでしょ、ね、ないもん、そんな。だよね。86になるわけない。だからそこ開けてたから。いや、サンルーフみたいな感じになってるってことでしょ。なんかちっちゃいバージョンみたいな。いや、86にサンルーフはないでしょ。ないよね。うん。カスタムしてるのはそこにあるよね。あの辺だったら大丈夫でしょ。おそらく、うん、やばいのはもうマフラーとかさ、まあね、あの音がうるせえとか、うん、あの辺で。シゲのマフラー、だよな、ここ、うん、ヤビス峠じゃねえや、うん、梅坊、高尾から後ろ、あの真緑が高尾からか。一人で走ってるその横は問題ないんだよ。なんか集団で足音がバタ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 言うの、その人の音が嫌なんだ。なんで嫌なんだろう。まあそうだな、人間よりも何十倍っていう聴覚持ってんだもんね。うん、うちらだけ別に普通の足音がさ、この子たちはすげえ騒んだもん。あ、うるさいわーんって。神経質だしな、こいつ。うん。なのしゃあねえ。うるさいですか、わんわん。成長とともになんか苦手なものが増えてきてしまっている、ね。ポプミー、ポプミー、ポプミー、ポプミーを食べると。あのお兄さんたちは。上登ったのかな。まあね、もう登って1号路から降りてんのかな。リフトで降りてたりして、疲れて手遣いしようとか言ってそうだよ。うん、まさか登るとな。これでさ、間違ったのまんまさ余韻側から行ってたらちょっと笑ったんだけど。まあね、
ただ1号路の標識はあっちだから上行くだけだから、ってなんじゃん。ただカップラーメン食っていいですプラス。どこで？ああ、どうぞ。おセブンで。おにぎりはいいやもん、買っちゃったから。あとコーラ買っていこう、半額だし。イエイ。コーヒー牛乳が飲みたい。諦めろ。ちっちゃいやつあるあったら嬉しいけど。目が。おばちゃん、そんな手で押さえなくても。お、おかもち。若者がマスクしてくる。とりあえず僕がブーブーって顔。あ、音がダメなんだよな。この街行ってどこ行くんだろうね。最近の人歩いてる。子供が遊んでるね。だから運転まっすぐ行ってどこ行くのか超見たくない。